ありがとうございます。先の2曲は Anymore という曲と The Sign という曲でした。4月12日に発売されたアルバムの中で一番新しいアルバムですね、にある2曲です。もしいいなと思ったら、はい、まだ売ってるんで、はい、近いお店に行ってください。最近素晴らしい噂があります。あのアルバム聴くとなんかいい恋が始まるみたいな噂がありますね。あの噂、あなたも体験してるってことです。機会はあなたへ。はい、ありがとうございます。そうですね、あのアルバムがすごい、この話をしたいんですが、皆さんのおかげで、皆さんの力で、はい、今回もウィークリー1位になりました。ありがとうございます。はい、本当にオリコンウィークリー1位ってすごい、もちろん難しいと思うし、そうですね、素晴らしい、すごい結果だと思います。本当に皆さんの 100% 完全に力をおかげで、はい、できたので、本当にこれからも僕ももっと頑張れるようになったし、会社からも次のスタッフを次のステップを考えられるようになりました。はい、そうですね、今年は僕もこのアルバムが本当に最後のアルバムだと思って命を懸けたんじゃないですけど、そのぐらいすごい必死的にアルバムを、そして楽しみながら、すごい作業をしましたけど、次またもう今回アルバム結果も良かったので、会社から今年また次何かがあるかもしれないです。皆さん次のステップも、これが良かったらまた次、これが悪かったらこれが最後です。だからもっともっと前に進めるように、皆さんこれからもよろしくお願いします。そうですね、気持ちいいです。今すごい気持ちいいし、昨日なんかこのライブって普通のツアーとちょっと違って、今までの僕の日本のソロ活動を3年4年ぐらいやってるんじゃないですか、あの活動をちょっと振り返ってみる、その意味があるツアーだなと思います。今日で終わると、すごい寂しくなるかもしれないし、皆さんの顔を今本当に毎回毎回会ってるんで全部覚えてるんですけど、本当に韓国帰ってなかなか来ないですか、来なかったらもうすぐ忘れてるかもしれないし、でも本当に毎回毎回来てくださってるファンの皆さんの顔は覚えてますよ。名前は知らないですけど、でも重要なのは顔、心、次が名前じゃないですか。はい、こうやって、あ、はい、ありがとうございます、今回も来てくださるんですね、はい、心から、はい、覚えてますよ。それで今度無事なんかここではもうそんな詳しく話せないから、こうやって覚えといて、偶然もう例えばここ大阪ですよね、難波でこう歩いて歩いて、あ、会場で会ったんですか、あるかもしれないですね。それで、はい、これからもたくさんたくさん皆さんに会いたいです。皆さんの心に住みたいです。ここも皆さんの僕の心に住ませたいです。
僕の心の広さはどれなんですか。太平洋より広い、深い、でも入り口が短い。はい、はい、もし終わりました。昨日の MC でちょっともういろんなスタッフさんそしてから今日の MC とおかしかったですね、普通のディレクトとちょっと違ったよみたいな感じだったんですけど、理由は昨日正直にもう昨日もちろん昨日も来てくださったファンの皆さんいるんですけど、昨日あんまり MC のこうチームワークが良くなかったと思います。今日はすごいいいんですけど、昨日はなんとかなんとか言っても返事が来ないんですよ、なかなか。それで言いながらなんでだろうと思って、僕そんな今悪いのみたいな感じだったんですけど、今日はすごい良くて嬉しいし、この反応が良かったら僕の MC ってなかなか流れがないし決まってないですよ。それで楽しいほどもっと新しいアイディアが出て面白くなるわけですよ。だから面白くなかったら皆さんのせいなんです。じゃないですか。僕は頑張ってますよ。じゃあ皆さん見てください。僕頑張ってますよ。日本語勉強してます。そして MC もちゃんとやってます。でもあれはもちろん全部決めて、いつも毎回毎回毎回同じパターンで面白くできますよ。あれ僕も普通に、でも僕そのあんまり好きじゃないし、僕も楽しみたいから、だから一応決まってないんですけど、だったらこっちは一生懸命頑張ってますし、バンドの皆さんもすごい頑張ってますし、ダンサーの皆さんもすごい頑張って、裏で全部マッサージやってるんですよ今。でも MC が面白くないですって言われたら誰のせいですか。こっちはいい、そしたら答えはこっちしかないですよ。はい、皆さんいつもありがとうございます。皆さんのおかげでいつも楽しいし、素晴らしいプレゼントをもらってます。特に今日は最終日だから一番雰囲気いいですよ。はい、今の雰囲気で次の曲をいきたいと思います。じゃあ次の曲はブレイクサンド、そしてゼロセナドーム大阪にお集まりの皆さん、盛り上がってますでしょうか。こんにちは、畑本博です。今回 D-Day、作詞作曲させていただきました。ディライトさんとはですね、自分の愛という楽曲を、以前カバーしていただいたことがありまして、それでこう雑誌で対談させていただいたりとか、テレビ番組で一緒に歌わせていただいたりしておりましたが、そうですね、なんかいつもお会いするとすごく柔らかくて、いつも笑顔で、なんかこっちもこう思わずこうなんですかね、明るい気持ちになるような本当に素敵な方だなと思いますが、今回は D-Day という曲を作るにあたってですね、ディライトさんがプロットこういう世界を作りたいっていうことをこう書いて送ってくださいました。でそれをもとに、自分も作詞をさせていただきました。 D-Day という言葉はね、本当にディライトさんから、出てきた言葉ですし、一緒にこういう楽曲が作れて僕も幸せです。ということでですね、この後もライブ楽しんでください。畑本博でした。ディライト君、京セラドームにお越しの皆様、ご機嫌いかがですか。カメラ誠司です。僕は今回、ディライト君と一緒に D-Day というアルバムを作りました。今回は、そのアルバムを引っ提げてのライブファイナルということで、大阪でも本当に盛り上がるんじゃないでしょうか。ちなみに僕は、東京の方で見てきましたけれども、最高に盛り上がりました。さあみんなでこのライブ盛り上げていってください。そしてディライト君、また一緒に音楽を作りましょう。みんな盛り上がっていきましょう。
ディライトさん、そしてライブ会場の橋本奈々さんのファンの皆さん、こんにちは。生き物係の水野良樹です。さあ、今回のディデイというアルバムで、僕はヴィーナスという楽曲を、ディライトさんに提供させていただきました。もうファンの皆さんは僕なんかよりはるかにご存知だと思うんですけど、ディライトさんの明るさが半端なくて、初めて打ち合わせでお会いした時からもうそのポジティブなオーラがすごいんですよ。で、あのパワフルな声じゃないですか。で、最初はなんかコミカルな曲とかいいんじゃないですかねって言ってくださったんですけど、僕はそのディライトさんのそのポジティブなパワーとパワフルな歌声を考えると、なんかこう激しめの曲がいいんじゃないかなってどうしてもこう想像がかきたてられて、それであんな曲になりました。で、一度西武ドームの方でですね、先に皆さんより先にちょっと聴かせていただいたんですけど、いやー、なかなか素晴らしくてですね、自分たちのグループの曲を自分で聴くってことがないもんですから、自分が書いた曲をですね、他の人が演奏してて歌ってるっていうのが僕初めてだったんで、それがしかもディライトさんだったんで、いや、すごい感動したし、さらにファンの人の皆さんにも喜んでいただけてすごく嬉しかったなと思います。今日も多分もうやっちゃったかな、もうやっちゃいました。もしかしたらこの後もう一回来る、いや、わかんない。でもディライトさん優しいからもう一回やってくるかもしれない、わかんないですけど、このライブだけじゃなくて、これからもですね、ディライトさんとファンの皆さんの間で、僕が作った曲だったとか、アルバムの曲たちが愛されていったら嬉しいななんていうふうに思っています。ライブ後半戦もぜひ、楽しんでください。以上、生き物係の水野良樹でした。これぐらい音がちょっと言ってください、さっきに。僕本当知らなかったです。昨日これなかったですよね。はい、昨日なかったです。今さっき次の曲歌いたくてやる気満々でしたが、今ちょっとやる気なくなりましたよ。これはスタッフのせいです。これはスタッフの皆さんのせいですよ。さっきに言ってくれたら自然にこう、そうだ、映像どうぞだよってやるんですけど、次の曲どうぞってシューンに映像がバーン出てやる気バーンなくなって、今すごいありがたいし、ありがとうございます、はい、そうです。本当に今回こう江戸には長かったんですけど、彩香さんとそして水野さん、畑田さん、亀田さんと一緒に作業した新しいアルバム、はい、これからも、はい、よろしくお願いします。たくさん聴きながら僕の音楽と美しい、思い出を一緒に作りたいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ僕はやる気なくなってもう帰るんで、皆さんあと何で、今何時間ですか。今1時間30分経ったんですが、大体1時間半ぐらい自由でフリータイムをちょっと持ってください。ありがとうございます。これはスタッフの皆さんのせいですよ。ここ本当この映像知らなかったんです。それは本当に今やる気ないですよ。皆さん、僕嘘つかないですよね。僕がやりたくないっていうのは本当にやりたくないからやりたくないって言うんですよ。ちょっと休憩したいな。皆さんはどうぞ、ちょっともう水飲んだり、今ずっと立てるんでちょっと座って休んでください。横の人と初めてでしょ。挨拶とかしたり しましょうよ。ここをちょっと休ませたいですよ。はい、じゃあどうぞ開けてきまーす。さよならは言わないで、終わりなのに明日かと明るい声じゃ切ないよ。
don't blame me. You drive me crazy. 覚悟していたよ。今日二人は他人になること。ちょっと待って。スタッフの皆さん、やばいですね。手内から勝手に流しちゃった。あっちで全然座って休んでたけど、ここをどう、ここちょっと休みたいな、そのところに。で、まあ、ベイベー、まあ、ベイベー。さようなら、感じですね。あー、今日ちょっと、はい、やらせますね。はあ、いいですよ。今日別で行ってみましょう。じゃあ、今日はスタッフの皆さんと僕と対決だ。ちゃんと始めたいです。僕が紹介したいです。次の曲誰も知らないです。次の曲はシャラッ Baby さよならは言わないで。終わりなのに焦る顔と明るい声じゃ切ないよ。You drive me crazy. 覚悟していたよ。今日二人は他人になること。僕じゃない他のやつ。好きだなんて言わないで。君を引き止めて失敗したいよ。この腕でこのままで終わりだと。ことないのごめんね。ありがとう元気でね。あなたならきっと見つかるなんて。 I don't wanna hear it no more. 今すぐ壊してしまいたいよ。この腕で思い切り抱きしめて。天の神にそれでも行くのなぜだ。さえシャラッと唇でベイベー。誰のことを話すなよ。愛の何もかもそう砂漠で釣り合わない。あの囁いた声でベイベー。彼の名前は呼ぶのか。
のために Lady 立って本気だった君に、oh、 こんな恋は初めて、今はあなたしか見えないのと、これは俺なんてその言葉信じたのに忘れ覚めて君だけに